ちます。今さっき連絡あってもうあと2、3キロで来るんだと思うんで、もう来ると思います。次だ大丈夫かい。だいぶバテてたけども、まだまだこれからだからね。次の小事故まで先に移動しようかな。そこでちょっと自分も休みたいなと思います。では行きます。次のサポートエイドの小学校に来ました。ちょっと時間あると思うんでお湯を沸かして待ちたいと思います。ここで寝とかないとそろそろ自分も眠くなってやばいから、ちょっと休めればいいんだけど、不安にいても立ってもいられない。今連絡あってもう少しって、今小事故のエイドにいます。準備万端です。甘酒がクルンで入ってて、あと着替えと、あと水と U4 の竹からのレイドセットと紙コップと味噌汁スタンバイ、あとお菓子とかおにぎりもちょっと多めに。食料足りてんのかな、さっきあんまり食べてる感じしなかったから大丈夫かなって。無事なんとかたどり着けそうだね、ここまでは。もう予想のぴったりだね。今11時31分なんだけど、一応予定が11時48分前後って言ってたから、素晴らしいですね。竹下さんありがとうございます。さっき竹下さんからメッセージあって、今の状況を見ての改めて予定表を送ってもらって教えていただきました。でもまあ最初の予定通りかな。本当にありがとうございます。もう連絡くれて安心感がすごい。家から連絡あってもう作って、あれかな、時間は11時43分、ほぼぴったり。おかえり。よいしょ。ぴったりですよ。アルデンテ。すごいですね。あ、入れちゃったけど。ぴったりだった。薬。薬ある。持ってきてる。遺跡のカバンにあるかな。そっか、いか。多分なんか壊れた。で、絶対おかしいよねこれ。でもどうしていいか分かんないってことで、もうやばさを感じたんで、もう分解と組み立ては自分には無理そうなので、もう一生これでいきます。もっと前からおかしいな、どうにかはめてたの。小事故映像さっき通り過ぎました。予定時刻通り行ったかな、ちょっと早かったけど。でもね、すごい内臓が弱ってたみたいで、胃が調子悪いって言って、結構顔色悪かったけど、
飛ばしてたから暑かったっていうのもあって発汗量がすごかったみたいで、もうびっしょりだった。結局全部上半身着替えて、インナーからシャツまで、バフも頭につけてたバフもびしょびしょだったからやばと思ったけどね、多分足りてないんじゃないかと滝下さんも言っておりますので、ちょっとね、いや心配ですよ。眠気なんてどこにもないよ今。じゃあ準備したいと思います。じゃあ次は富士急、じゃあ行ってきます。はい、はい、富士急ハイランド優吾のエイドです。さっきちょっと内臓疲労してる感じだったから、ちょっとね何も竹の意見は聞けなかったんだけど、セブンでバナナとかゼリーとかちょっと増やしているって言われたら、あとね雑炊も、今までずっとおにぎりと味噌汁食べてたけど念のため用意してみた。あとね一応コーラで、あとメガシャキ来たね。来ました、お疲れ。早いよやっぱり。早い？まだまだ早い。それでも早いよ。今ね、ま、24時間半だ。そうだね。十分早いな。足が一番ダメだ。足？足が一番今ダメ。内臓より？内臓より。あ本当。靴の具合は？いってらっしゃい。じゃあね、またね。また会おう。だいぶ寒そうだったね。震えてましたよ。確かに今めっちゃ寒い。自分もさすがに寒くなってきた。急いで撤収してちょっと車戻ろう。片します。次は山中湖キララまで行きます。あ、ちょっと眠くなってきちゃった。次の山中湖から、そっからまた結構の時間があると思うから、そこで結構寝たいなと思うけど、で今セブンイレブンでわらび餅追加っていう希望だったんで、1点目来てみたら見事になかった、わらび餅だけ。だからリンゴゼリーとあと酒雑炊、なんか病人食みたいなやつが食べれるって言ってたから、それっぽいやつをとりあえず買って、もう一個セブンイレブン行ってみようかな。もうちょっと明るくなってきて、お富士見える？ちょっと明るくなってきたよ。今ね、4時半。竹震えてたけど大丈夫かな？寒いよね。山中湖キララで熱々のお湯とともに待ちたいと思います。でも夜が明けたってすごくない？岬が夜を明けて山の中運転してきたわ。いやーでも真っ暗な深夜帯がここよりも全然山の中だったから、めっちゃ真っ暗だったし、霧すごいし真っ白で何にも見えなかったけど、どうにか来れた。今回はサポートトップ選手とかを見ながら竹のこと待ってたけど、勉強になりました。あと周り見てなんかどんな食べ物欲しいとか、あみんなこういう感じねみたいな。キララ着5時40分、セブンイレブン4軒目ようやく
わらび餅ゲット。なんかガラガラなんだけど、どういうことこれ。ちょっと見に行ってこようかな。下見行ってきました。まあ数分かな、歩いて5分ぐらいもするかしないかで着くとこにあったから。うわ、来た。まともなご飯食べよう。昨日なんか結局おにぎりぐらいしか食べなかった。さすがにお腹空いた。はい、おはよう。時刻は7時半。7時半だよ。めっちゃ暑い。あんなに震えてるほど寒かったのに激暑で眠れないよ。暑い、眩しいし、やば。7時34分。25時間の今ペースで来てるから、そうするとね、ここのキララを8時15分頃到着予定なんで、まあ8時前ぐらいになったらね、多分本人からね、またあと何キロってもうすぐ着くよって連絡来ると思うから、その前にもうそろそろさすがに動いとかないとまずいかなと。ちょっと遠いんだよね、歩くから。しかも結構なんかどん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 エイドごとに食料とかの荷物が多くなって、めっちゃ重くなってきてるから、ちょっとゆっくり歩きたいなと思います。でさっきのねエイドでびしょびしょになってた手袋たちを乾かしてんだけど、うん、まあまあ、でもちょっとびしょびしょもかわいそうだしね。よし、行くか。やばいやばいやばい。もうあと、今さっきもう3キロって言ってて、予定より早いな、さらに順調すぎて早すぎる。やばいな、超慌てて。で、ちょっと先取りして早く来ようと思ったら、それどころじゃなかった。それより早い。あとはこの辺のアミノ酸系ね、取ってもらって、もうだってこっから8時間ぐらい走るんだよ、ありえない。でもマジでかっこいいよね、もう今日ずっと思ってる。あ、今回かっこよすぎる。自分もこんな走れるようになりたいもんだ。かっこよすぎるよね。腹ですね。すごいやん。そっからが、うん、そうだね。ここまではウォーミングアップと呼ばれるから。っていうか多分ペース速くなってるけど。嘘。いや本当。本当？うん。からだよ、こっから。こっからえげつないの。だってあっちからパノラマ台から、うん、鉄砲儀の歌詞の明神岳登って、うん、そっから高津登って、石割登って、うん、12曲がり、うんうん、20曲がりか、うん、でそこで移動。そっから釈子登って降りて富士吉田へと、そっからさらに下山登ってゴール。やれる。食料は？カフェインは平気？カフェイン大丈夫。大丈夫ね。羊羹、スポヨ。スポヨ。塩熱サプリの追加は？塩熱サプリまだこんだけあるから。大丈夫そう？足りる？うん。暑いからさ、ちゃんと疲れる前に。いいよ。はい。
いってらっしゃい。待ってるよ。じゃあね。じゃあね。いってらっしゃい。気をつけて。今10時15分さっきキララで竹を最後に見送って、次もう8時間ぐらい竹走ってる間会えないから、ちょっと休みたいんだけど、本当は結局全然寝てないんで、でもちょっと一人遊びもちょっと楽しみたいなと思って、道の駅富士吉田に来てみました。近いしね、ちょっとだけ寄り道して、でも休みたいからね。あとエキスポもあるらしいから、前日受付で何にも見れなかったし、そっちも行きたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、これ食べたら早く行かないと。よし、出発。はい、今3時10分ちょっと前に最後の富士吉田エイドを通過したと連絡あったんで、あと2時間半から50分ぐらいで来るのかな。もうちょっと待ちます。待ってるよ。はい、さっき残り2キロって連絡があったから、もうほんと1キロぐらいだと思う。こっちが緊張してきた。心臓バクバクです。もうすぐだよ。なんかあっちもこっちも撮りたくて、でも一緒に走りたいし、もう待つのみ。もう間もなく4キロから2キロすぐ連絡来た。竹
おかしい。おつです。そりゃそうだよな。若い。